こんにちは、ピクチャラスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回は新しい制作に入っていきまして、引き続き持ち巾着というデザインのですね、ずっとやってきたこれまでの動画のやつの続きでなんですけども、メッシュ素材の別の素材をチョイスして今回も作っていきます。4種類のね、生地があるんですけれども、あの、左上からですね、 表地なんですね、左上。その隣がですね、柄があるんですけど、バラの柄があるんですけど、これちょっと撥水がかかっていまして、内部の内側の裏地の内張りの方ですね、こっちに仕様です。で、下の二つはですね、同じ黒なんだけど、素材がニットと折り物とで違うのをあえて組み合わせまして、 巾着袋袋ののの設置の二立ての巾着袋にします表地の方が右側のメッシュの細かい方なんですけどあの斜め上のメインのメッシュよりちょっと小さい感じのタイプの穴になってましてで黒のトーンの色も違うしなんかね手触り感が少しザラついているのが右下のやつです。で巾着袋がザラついてるって今言いましたけどザラついてるだからこそですね使い勝手としては、うん、と手に触れない位置の方がいいかなと思って。 で表側、巾着袋でも二重仕立ての表側の方にこのメッシュを使っていきますそして裏地はつるりとして滑ってね、物がこうスムーズになんか取りやすかったり入れやすかったり引っかかりがない感じの方がいいかなと思って内側にあのラメのこのつるっとした生地を使っていきますね。じゃ一つ一つちょっと生地を、ね、アップで見ていきたいと思いますけどこれ見たことありますよね、こういう生地ねスニーカーの甲の部分とかですね、スポーツでいうと。あの なんか T シャツとかエクササイズのあとねそれよりもうちょっと硬いからねどっちかというとスニーカーに貼ってあるやつの感じがイメージがねあのいいと思うんですあとユニフォームとかねそういうのにも使われていそうないかにも動きのある機能重視のスポーツ用のこの素材でスポーツ 的な結構名前も付けられてるんですけどこれの場合スポーツメッシュってよく言われてるんですけどねこれは名前は正式はですねストレッチメッシュっていう名前がついていましてポリエステル100%日本製ですねちょっと笑い荒いなんかあの穴の開き方がしてあるのがこの右下のやつとちょっと違ってでねしっかりしてるんですよねすごくねでこの穴をどう生かしていくかというかね雰囲気で、ね、出していけたらいいと思うんですけど真珠がねやっぱりね間の から覗くんでですよね新字もちろん貼るんですけど、黒い真字じゃないとちょっとまずいにもかかわらず、黒の真字でもどうなんだろうっていうことはありながら、ちょっとやってみますね、一度ね。その結果でまた見て、ね、この穴が開いてないように見えちゃったなあ、みたいな感じになるのか、それでいいのか。 とかねそんな感じを見ていきたいと思うんですけれども初めてねあのこ,ここまで穴の開いた感じ前をね同じ名前のスポーツメッシュ同じ名前じゃないけどあのスポーツメッシュっていろいろ言い方いろ、ね、んな種類の記事あるもんだから一言にそうやって言っても違うやつがあったんですけどあの時はここまで穴が開いてなかって切り込みみたいな感じだったんですよね以前にね作ったことがあるんですパッチワークとかでね。 何度かね利用させていただいているんですけどその頃からスポーツ系の記事面白いなぁとは思っていたんですね立体感があってで今回もこの もうちょっとスポーツに本当に本格的に使われていそうなイメージがね身近にある感じをあのちょっと使ってみようかと思ってこれをチョイスしましたこれが表地のメインのところにきますのでもうこれ本体にあの例えばショルダーとかもこれ穴開いたままのこういうショルダーだしっていう感じ表側から見る表地と呼ばれる部分は全部これを使っていくので真っ黒な感じですね でそういうさっくりとしたちょっとカジュアルな感じの雰囲気になるのかなと思ってそういう感じの生地でいきますね、はい、では引き続いてですねこちらですね裏地の内張りの方の ね、柄入れてきます。で、これ選んだ理由はなんかこのメッシュのこの蜂の巣みたいなこの柄がバラの柄とこれで組み合わせているのがすごい珍しいかなと思ったんですけど、撥水加工がしてあってですね、ナイロン100%の日本製の生地なんですけど、マルチカラーが結構綺麗なことと、黒との組み合わせのコンビにちょっと合いそうな黒地背景だったりすることとか、あとメッシュになっていることでのカジュアル感がまあ、あの、このメッシュのカジュアルな感じの生地ともう合ってくるのかなと思って、なんかスポーツ系の柄ってエレガント な感じっていうよりカジュアルな軽い感じの柄ですもんねあの花柄とかもなんかそういうイメージでいくとこれぐらいちょっとポップな感じで描かれた花柄がいいのかなと思いますそして内側の巾着袋をですねこれ2つでこれ真っ黒で仕立てていくんですけども内側にさっき言ったみたいにツルツルの,あのラメのこっちを 中側にに来るようにします折織物とニットの生地の組み合わせで巾着袋を作るっていうことをするのがねちょっとあの珍しい組み合わせかっていう感じなんですけどそれで何か問題があるのかあの大丈夫なのかとかそんなところも見ていきながらやっていきたいと思いますね。この表地の生地に比べてこの裏地のメッシュあの巾着袋って使うメッシュの穴がちっちゃいのが分かりますねあと素材がなんか全然違う感じがしますよね。 なんかちっちゃいですよね。ほんと一回りぐらいちっちゃくて。柔らかいんですよ。この右下の方が。あの、う、ワゴワしているのは、あの大きい方の穴の方がね、やっぱりゴワゴワしてますね。この右下のやつはそれに比べると柔らかい感じがしまして、まあ、巾着袋のようなものには、 あのいいかもしれないですねっていう感じですね。組み合わせても黒黒が本当黒色が増えてきましたけれどもかそういう感じでいろいろよし集めてこれもですねあのちょっと小さめの幅の幅が足りない生地とかこれ今触っているこのやつなんかはこれラメツインクルサテンっていう生地で。 とポリエセル60%、ナイロンが40%入ってますね。なのでね、これはエレガントな方の生地にも使ってはいたんですけれども、まあ、それはそれでもちょっとつ、あのち,ょっとちょっと使ってずっと置いてあって、あんま使い道なかったので、ちょっとここで黒い色のところに登場させてみましたね。そういう感じで4種も生地組み合わせると少しずつを4種使うのでねあのど、なんかもったいなく余るのもちょっと嫌だよって言うとちょっといろいろ考えたんですけどね、まあ、こういう組み合わせでいってみます。ということで今回 これの製作をしていきまして餅巾着バッグまた出来上がっていきますのであの前の、うんとね、今まで作ってきたやつとの違いをまたお楽しみにどうぞでは今回はこれで終わりますありがとうございました